殺してやる。東伊藤さんは監督であり、私は美術、つまりデザイナーであり、それはもうちゃんとそういう職分の上で、仕事をしています。ただ個人的な話を相談したりなんかっていうのは、まあ、いろいろしてました。伊藤さんも近いから我が家に来てはいろんな話をしたりで、こうしたらいいんじゃないかというようなアイデアをお互いに出し合って、それを反映した。例えば一作目で回想シーンでサソリが、まあ、最初はこう声中になっておとりにさせられるというようなシーンの、ブルーのところで白い、シーツを巻いたままこうやる、犯されて、そうすると場面転換をもう歌舞伎のように周り舞台で転換して次のシーンになって騙されたということに気がつく。それからサソリが援助するというような、あの一連の下りなんかは伊藤さんと話をしてて決めた記憶がありますよ。やっぱりとにかく監督の作品ですからね、それは伊藤さんの指示に従っているわけだけども、そこに至る過程は助監督を含め若い力がやっぱり結集したんだろうと思いますよね。でそれを伊藤さんが採用して決断したというようなことですよね。で伊藤さんも新しい場面の転換なんかしたいから、例えば浄瑠璃の語りみたいなものを取り入れるとか。男に来る女の騒がで、バスジャックからそういう転換するときにはもうバスジャックのバスが割れたらいいんじゃないかとか、そういうようなアイデアなんていうのはやっぱりみんなはまあ私が出したり、実現するためにはまあ私は美術に関してはそういう努力をしたと思いますよ。何に影響されたかっていうのは、まあ当時の世相でしょうね。で1970年代というのは、ちょうど撮影所の中でもこの組合運動、第一組合、第二組合の分裂とか、代々木半代々木とかいろんなものが、組合の中でもこういろんな動きがあったり、で対会社ということがあったり、いろんなこう動きがあって、ちょうど浅間山荘事件とか、その前芳賀知事さんの問題と60年安保70年安保とかいろんなことが騒然とあったわけですからね。時代のうねりの中でやっぱり生まれてきてるんじゃないかなというふうに思いますね。だからいわゆる寸鉄を帯びない、庶民が、そういうものがなんで反撃していくかというと、やっぱり、恨みとか知恵とか執念とかじゃないとならないわけでね。そういうのをサソリという人にこう結集をさせた。特にサソリの囚人たちがこの縞模様の囚人服を着ますね。であれはアウシュビッツの縦縞から考えてああいうふうにしたんですよ。でそれでいち早く大西岸にくっつく人たち、そういう群れもあるわけだから、それはオレンジ色のもの、まあ、カポーテっていうのかな、まあ、そういうような集団というのをデザインしたりしましたね。アウシュビッツなんかに関しては私が集めましたね。特にこうしたいと思ってるから、アウシュビッツ展覧会がちょうどあったり、黒い霧なんていうのは翻訳物が出たり、そういうようなことを集めて読み漁ったりしました。701号、お前のバカな脱走のおかげで他の罪もない助手たちは苦労しておるぞ。出してほしけりゃな、もう二度といざこざは起こしませんと這いつくばって謝るんだな。分かったか。
まあいい。時間はたっぷりあるんだ。どういう独房にするかとか何とかというのはやっぱり自分で考えないとならない、発想しないとならないから、まあ従来の官房とか何とかという資料はあるんだけど、そういうのにしたくないという気持ちがありましたからね。置かれた環境がまあ地獄のようなところ、そういうところにしようと。で囚人たちもそういうところで押し込んだ中で恨みが爆発するようなふうにしようということで、私も考えたし伊藤さんも考えました。で、それを現実に絵にするのは私の仕事ですから、まあ高さを強調して上から見下ろしたら下にサソリがいるというようなアングルを考えたんですね。で縦長の、画面を作るようにして、であとは隣に渡辺弥生が、進む隣の独房もこの壁を隔ててちょうど劇画みたいに黒い線でこう左右に分けてというようなセットにしたり、ああいうはしごのセットとか、シャワー室を作ったり、そういうのは私が考えてセットを作りました。ただああいうことをしようという選択はやっぱり伊藤さん監督ですよね。で特に暴動のシーンがあって、で、まあ、暴動だ暴れだって言ってると太陽がこばっとなると下にバラ線の塀があってというの、あれはセットなんですけども、それはねアウシュビッツの刑務所の塀を連想しました。で、まあ、いろいろこう調べてそれをなんとか縮小してセットの中に組めるように、だから向こうの方は縮尺でちっちゃくなってますよね。手前は、まあ、現実の人間が来るからしょうがないけども、そういうようなセット空間を作りました。従来の作り方とは違うなというささやきなんかは聞こえてきましたけどもね。助手が殺されて、で助手の悔しさが、赤い滝になるなんていうのは、まあ、実際の滝でやったんですけどもね。紅生姜がつける赤いこう農林という染料があるんですね。でそれを無害のものを取り寄せて、それでそれを、まあ、水に溶いてこう、まあ、流したんですね。で、まあ、赤い涙とかなんかっていうのはよく考えられることで、それを赤い滝というちょっとオーバーなことで実現しようと思ってやりました。まあ、赤くなりましたけどね。本当はもっともっと続くだろうし、今の CG だったらもっと簡単にいろんなものができたんでしょうけどね。ただ我々はそれこそ若い力でこう乗り越えていった方がいいんだということで、それこそアバンギャルド的なことをあえてしたというようなことがありますね。例えば2作目で脱走シーンがあるんですよね。で脱走して7人くらいの囚人たちがいかだでこうずっと長瀞で撮影したんだけど、そういうようないかだを、私は作ったんですけどね、偽物の丸太で。で本物の船の上に乗せて、だけど会社は危険だからやめろって反対してて、で危険な時はいつでもストップかけるからというようなことでお目付きの人が来てたり、そんなことがありつつも大丈夫だっていうのは説得をしながらね、これがないといわゆる歌が入る時の明るい雰囲気の転換がないですよね。そういうようなことがないとね。だから完成させようって言って、それは成功させましたよ。足尾銅山に目をつけたんですよ。当時朝日グラフというのがあって、あれにこう写真が一枚載ってましてね。でこれ面白いところで行ってみようって言って足尾銅山に行って、そしたら銅のカスを垂れ流したのがいっぱい、溜まってるような山がありましてね。でそこからこう
7人の集団がひょいっと顔を出して駆けずる、それはいいんじゃないかってこの場所にしようとかね、あれは映像に収められたけど、その後も会社は慌てても閉鎖しちゃいましたから、いわゆる公害ですからね、まあ斜面を駆け下りるとか、まあそういうあの動きでつないでいこうということで、それができやすいセットを考えました。台本にはある廃墟で溜まって芝居が起きるんだけども、人のいなくなった炭鉱の炭銃みたいなものがいくつかあったんですよ。だからこういうところに拠点を置いたらどうだろうということで、じゃあそれはまあセットに作ろうと。ただそれに行く導入部として、例えばあの電柱を、ちっちゃい電柱から大きな手前の電柱までいくつか作ったりなんかして、まあ何かにこううずもれていった、そういう廃墟というふうに想定したんですよ。だからそこはロケセットですね。で駆け下りてきたらば、セットの廃墟の、 あの狭い長屋のところを手前からずっと入っていって、であるところで、まあ、いろんな惨劇があるというふうにつなぎました。うまくロケーションとセットをつなぐというのは、カメラマンも含めて我々も含めてやっぱり活動屋がこうやる世界の手順ですよね。だからまあそれはそういうのがうまく成功したなと思っています。あれは、まあ、あの渋谷の繁華街に魔法の蓋だけ作っていってポンと置いて、地下水道に続いているという想定で、で渡辺弥生が街の火を、それはまあ上で撮影、あの渋谷をバックに撮影して、で中はもちろんそのとこないから作ったんですよね。あのステージを2つくらいに分けたかな。もう一つはオープンに、あの撮影所の裏にはプールっていうのがありましてね、で特撮関係 の、 あのことをするプールがあって、一部深くなっているところがあるんですよ。でそこにあの地下水道をセット立てまして、で、首までになっているところはちょうど深いところでこう通ってもらったり、でそれをいくつも作って重ねました。水道は本当にもうあちこちからこうホースを集めてやったり、あとあのガソリン攻めに合いますよね。あれはあの特撮プールのところに作った、狭い地下水路でそこでこうやったんですけどね、なかなかあのもちろん火をつけてで引っ張るんだけども、引っ張ると風が強いと炎がみんな後ろ行っちゃうと仕掛けがバレちゃうことがありましてね、それこそ何度もあの苦労してああいう映画撮れたんですけどね。であそこで苦労したらね、この本がね一面にこうファーッと消えていくっていうところがこうどうしようもなかったですよね。青いでもダメなんでね。で結局、フロンガスを噴射しようということになって、あの技術者を頼んで、でフロンガスを一面のほのほの上に吹きつけて、ほのほがファーッと消えていくとサソリが浮上してくる、という一連のところが撮れた。で今ならもっと簡単にできたと思いますよ。であの地下の闇の中にマッチをこすってファーッと落ちてくるシーンがあるんだけど、あれも実際のマッチがは重さがないし、あの大きくないからできないですね。だから大きなマッチ棒みたいなものを作って、きれいに石油を染み込ませて、いくつも落として、でそれも何度も何度も繰り返して、いくつかいいのをあそこで撮れたっていう手作業ですよ。あの CG がないから、スタッフの苦労は本当にみんな大変だと思いますよ。伊藤さん自身がやっぱり3作で語り尽くしたということで、4作目はやっぱり引き受けなかったんだろうと思いますよ。私も当然そういうことになりましたけど。
偉大なこう監督たちと一緒に仕事ができたことが誇らしいってことですよね。トラック野郎に関してもあのサソリに関しても、ノイクとか沢井さん梶場さんやっぱり、作品は監督のもんだというふうに思いますんでね。だから全部物事の決断っていうのは最終的にやっぱり監督だというふうに思ってます。あとスタッフはいかに手を貸すかということだろうと思う。で我々スタッフは、それをどう、実際に、映像にするのか、そういうことで苦労するわけだから、まあ、言ってみれば一つの舞台というかベースというかあのボールみたいなのをこしらえる。でそのボールの中で、俳優さんたちみんな演劇をしてそれを照明さんが、光を当てて撮影するというふうな大雑把に言うとねそのくらいの構えで私は参加してますので、あの世界を作る裏方でよかったというふうに思ってます。